おはよう地球、知りゆきお兄8号です。本日10月10日は銭湯の日。ババンババンバンバン、ババンババンバンバン。渋谷からちょっと恵比寿の方に向かって歩いていくと、海涼湯っていう昔からのとっても素敵な銭湯があって、この海涼湯はね、大きなクジラの壁画が目印なの。なんでも七福神の恵比寿様の化身がクジラっていうこともあって、クジラの柄に決まったみたい。銭湯の大きな浴槽に浸かると、お家の小さなお風呂と比べて明らかに脳波のアルファ波が増加、つまりリラックス効果があると科学的にも証明されているよ。今日のチビ知識でした。一日頑張っていきましょう。えいえいおー。